社代表といたしまして、ケーキカットよろしくお願いいたします。どうぞ。どうもありがとうございます。今、大手のスーパーさんは反捕鯨団体に嫌がらせをされるためにクジラを扱ってくれないんですね。反捕鯨団体の嫌がらせが怖いためにクジラを扱っていただけない大手のスーパーがたくさんあります。で、クジラを食べたくても食べられない人がたくさんいるんですね。ですからその人たちのためにどうしても食べられる場所をもう自分たちで提供しようという思いを込めて出店しています。出てくるでしょうね、思い出がね、いっぱい子供の頃の思い出がね、もうなんて言ったって牛肉、その頃は海外の人は牛肉を食べてたでしょうけど、日本人は多くの人はクジラ肉で大きくなったと思いますんでね。That's what they're probably trying to do. Make it more popular, make the people more aware about it, telling the people this is part of our national identity to make them increase their demand. It's a big question if they will be successful in the end.